ボツかと思ってました。ボツにしたいところなんだけどね。ひどい。いや、なんだってほら、赤褐色だから。あ、そうだ。どうしようかと思ったんだけどね。じゃあこれであのうまくいけば、まず帽子から返していくから。カウントなんだ。だから満点がだから帽子プラス3人ってこと。3、2、1、9。青山学院大学1年深津実乃です。では早速、69部の13校目行ってみたいと思います。市ヶ尾駅からバスで約10分、いくつかある学食のうち今回紹介するのは並木道を登ったところにあります。この建物が交流会館食堂です。吹き抜けになっているため天井が高く開放感があります。また席の設置も悠々としているため学食といった雰囲気はありません。またメニューも豆乳煮込みハンバーグやチキンステーキといったレストランのようなんです。この食堂は従来の学食とは違うスタイルで提供しています。生徒に出来たての温かいものを食べていただくために注文を受けてから一つ一つ心を込めて調理しています。確かめるべく早速厨房に潜入です。確かに注文されてから調理しているようです。おすすめは400円のカルボナーラです。なんとここのパスタは代官山にあるレストランラ・ビーナスのシェフが考案したものなんです。学食手作りのソースとよく絡み伸びにくいという本格派。美味しそうです。学生の声です。自分的にはもうこれが、かなり重いんでメニューの中ではもうカルボナーラしか目に入りません。さらに一番人気なのはたっぷりの野菜を熱々のまま乗せたこちらのタンメン。湯気が立ち上るほどの熱々の状態で生徒が受け取れるんです。ラーメン屋でもなかなか味わえないほどのたっぷりの野菜です。一般的な学食と比べるとやや高めの350円、でもこれなら十分安いですよね。美味しいですよ。なんかいつものラーメンとは違って高校生と大学生の集う文字通り交流のある食堂でした。もう一つこちらメモリアルアカデミウム内にあるカフェポロニアさんは嬉しいことに一般の方もご利用できます。今回紹介できなかったのですが素敵な雰囲気でテラス席もあるのでぜひ足を運んでみてください。ということで恒例の深津図愛です。一般的な学食よりも本格派のため価格はやや高めでした。ですのでここは厳しく60です。しかし量は全てのメニューにかなりのボリュームがあったため100です。メニューに気遣いや工夫が感じられたのでオリジナル性は80、施設も開放感にあふれていたので80です。メニューの種類は若干少なめだったのですがこちら以外にも学食があるそうなので学生の方は決して飽きませんでした。まだまだ13校目の学食巡りなのでぜひ皆さん自分の大学や自分の母校など行ってきてほしいっていうところがあったらぜひ深津までご連絡ください。必ずすぐ行きたいと思います。以上深津のレポートでした。また14個目を楽しみにしててください。はい、はい、お疲れ様でした。何それ、もう後半とかもう絶対おかしいもん。もう残り6、7秒ぐらい目からなんか苦しくなってた。分かるからね、手に取るよ深津の場合はね。なんかこう、厳しい質問などあったら受け付けますよ。お、来ましたよ、田沢が。最後に時間余ったじゃないですか。だからその余る時間があるんだったらその一般の人がせっかく入れるっていうところがあるのに、そっちをもっと紹介した方が良かったんじゃないかなって。すごい、田沢に一人分けてもらえますか。すごい、田沢がね、先週あたりからなんかいいんですよ、ね、すずっと去年まであの病弱キャラで売ってたんですけど、ね、今年治ったんですよやっと元気になる。その通りですね。あれ一般のところのね、あの取材薄かったですよ、だってテラスもあって、でどんなメニューが食べれて、それはもう美味しいのかとか、それはどういったものがあってとか、どんなシェフなのかとか知りたかったですね。何時までやってんのか。深津にはやっぱり厳しくいきますよ。唯一なんですから、この女子大生の中でレギュラーをずっと取り続けていいという、むしろシードなんですよ。だからこそここで良さを出していかないとね。はい、厳しく1リングでお願いします。はい、